激戦を制したナダルは、スマイチャクが見せた素晴らしいスポーツマンシップに感謝した。最終セット、6、5で迎えたサービスゲーム。ここをキープすれば、3回戦進出だった。ところが、30-0とリードした後の第1サーブ、ナダルがトスを上げた瞬間に、一人の観客が大声を上げた。突然のことに、サーブの動作を止められず手痛いフォールと。ナダルには動揺した様子も伺えたが、ここで、スマイチャクが予想外の行動に出た。主審に、プレーのやり直しを申し出たのである。